ペンネーム丸尾さん30代の男性から頂い,いた相談です初めまして30代男性の丸尾と申します私はいろんな記事や動画を見て自分の仕事のことを自分で「この仕事は私の天職だと思います」と言っていることに違和感を覚えてしまいます自分の仕事を転職だと思っていたらそれをわざわざ自分から他人に「この仕事は私の天職だと思います」というものなのでしょうか ドヤ顔で言っている人もいて、見ているこちらが恥ずかしくなります。大和尚さんは、ご自身の仕事、僧侶について、私はこの仕事が天職だと思っています。僧侶は最高です。僧侶は毎日が楽しいです。などと発言していることを見たことがありません。実際に自分の仕事のことをどのように思っていらっしゃるのでしょうか。天職だと思っていたとしても、それを誰かに伝えた時点で、エゴのような感情が発生して、自分が天職についていると、 勝手に信じていることを誰かに転職と伝えている自分があってなんだか私だったらそんなことは恥ずかしくて言えないですむしろ仕事はきついですしたまに楽しい時もありますがほとんどが苦労や苦痛であり人間関係に悩むしストレスもたまりますとてもじゃありませんが自分の仕事を転職だと感じたことがありません自分の能力の低さ無能さを反省し少しずつ改善をしながら何とか目の前の課題や目標をクリアできるようにして いるだけです自分の今やっている仕事が天職なのでしょうかあるいは天職とは死ぬ前にあの仕事が天職だったと気づくものであり、現時点で仕事をやっている時には気づかないものなのでしょうかそれとも今自分がやっている仕事を天職と信じて、天職かどうかもわからないまま、この仕事は私の天職だと信じて、確かに私は天職の仕事を今していますと伝えた方がいいのでしょうか仕事と天職の違いがわからず、 正直に言うとどう解釈をしていいのか混乱してしまうことがあります思えば転職を探し求めて転職を繰り返して30代ながら10社以上の職歴がありすぐに辞めたり3年で辞めたり転職がどこかにあるような気がして転職活動をずっと続けていて自分に合う仕事を探して就職してを繰り返していますでもどれも転職とは思えませんいろんな方の話を聞いていると 大学を卒業してそのまま新卒でついた仕事をずっと続けている人がいて辞めずにいせずに続けた結果着実にポジションを築いてそういう人の方が幸せに見えることがあります転職を繰り返すことでキャリアアップして収入や地位を得る人がいる反面私のように転職をするたびに自分を見失い何がやりたいのかわからなくなりポジションもなく収入も上がらずそれでもこの仕事が転職なのかわからず 目の前の仕事をこなしながらも、どこかに天職があるのではないかと探し続けているような気がしています。大河和尚様、天職とは何なのでしょうか何かヒントをいただけると幸いです。よろしくお願いします。禅の言葉に、大道は長安に通るというものがあります。私も以前、上司しました、苦しみの手放し方という本に確か書いたと思うんですが、 大道は長安に通るという言葉です。これはどういう意味なのかというと、今自分が立っている道が都に通じているんだという、そういう言葉なんですね。あの、長安というのは、まあ、現在の中国ですけれども、あの、かつて、えー、長安という都があったわけですね。 で、この長安という華やかさの象徴である都ですね。そこに行くにはどうしたらいいでしょうかと。繁栄の象徴である長安という都に行くにはどうしたらいいのか。今自分が立っている道を歩むことなんです。で この自分が立っている道を歩んでいくとその道は都に通じている悟りに迷った修行に迷ったお坊さんに対して「大道は長安に通るそこに通じているんだ」そういう言葉で お師匠さんが教えを伝えたっていうのがこの大道は調和に通るという言葉の発祥なんですけど修行者っていうのはね迷うんですよ修行していると自分が今やっていることやっていることは雑巾がけをしたりとか掃除をしたりとかお経を読んだりとか何か朝早く起きてそして座禅をしたりとか こんなことしてて、悟りを開けるのかなって思うんですよ。漏れなく思います。修行には漏れなくこれがついてくるんです。こんなことしてて,てまあ、お仕事も一緒ですね。こんなことが私の、やっててね、本当に俺、人生幸せになるんだろうかとかね。思ったりするす。まあ、なんでも同じだと思いますね。スポーツでも同じです。スポーツをやって、 そして、例えばテニスでも野球でもいいんですけど、なんか玉拾いから入ったりしますよね。え自分はプロ野球選手みたいになりたいのなんで玉拾いなのいつまで玉拾いなの、ね、あの、そんなことがあったりします。けれども、玉拾いをそれで適当にやってる人と、玉拾いも自分の修行だと思って一生懸命やっている人。 一ヶ月経ち、二ヶ月経ち、三ヶ月経ち。グラブをはめて、そしてポジションをもらって、バッターが打った、球をですよ。追っかけている、内野手、外野手。いやー、ポジションもらったらいいなと思いますけど。彼らがやっていることを、 客観的に眺めてみたら何やってるか球広いでしょ。わかります草野球の少年野球の子供たちから大リーガーまで内野手外野手漏れなくやっていることは球広いですよ。あとはピッチャーがボールを投げバッターが打つ。バッターがやってることは何ですか自分の右上あるいは左上。 左後ろ、右後ろから棒を体格の下方まで振り下げる、振り上げる、振り下げる、振り下げる、振り上げて、振り下げて,振り上げて、振り上げて、振り下げて。草野球の少年から大リーガまでやってることは一緒なんですよ。よくもまあ飽きずに 何十年も、バットを右から左へ、左から上へ、振るっていうことを繰り返しなさるなって、おそらく野球に全く興味がない人から見たら、思うんですよ。わかりますもう一度言います。草野球の少年から大リーガーまで、内野手も外野手も、 やっていることは、玉拾いです。違いますか玉が、地面を張ってくるか、空中を飛んでくるか、その違いだけです。飛んできた玉を拾っては返す、飛んできては拾った玉を返す。よくもまあ、玉拾いを延々と繰り返しなさる。野球を知らない人がしたら、そんなことにしか見えんのです。さて。 私はプロ野球の選手になりたいと思って、そして、イシロー選手のように、松井秀喜選手のように、大谷選手のように、注目される J リーガーになりたいと、そう思って、希望を持って入ってきたら、延々と玉拾いをやらされる。大道は、長安に通る。今、自分がやっていること、玉拾いというのは、 代理側に通じているわけですね。さて、丸尾さんの問題、ちょっと厳しい指摘になるかもしれませんが、あえて丸尾さんに期待をするがゆえに、このいただいた長い相談文の中から順を追ってですね、指摘をしていこうと思います。まず、 私はいろんな記事や動画を見て自分の仕事のことを自分でこの仕事は私の天職だと思いますと言っていることに違和感を覚えて、ドヤ顔をして言っている人を見て、見ているこちらも恥ずかしくなります。まずね、丸尾さんにとっては関係ない話なんですよ。わかります丸尾さんが他の人が自分の仕事を天職と思っている。この仕事が好きです。でいいじゃないですか。 それを見て、丸尾さんがいちいち突っ込み入れる必要ないでしょうで。なんで、こんなドヤ顔言ってて、見てるこっちが恥ずかしくなりますってなんで言ってるのかって言ったら、羨ましいから言ってるんですよ。お金持ちを見て、金持ちは悪いことしてるとかね。羨ましいから言うんですよ。私の YouTube のコメントなんかでもね、私が会社を経営しているとか言うとね、そうすると、わざわざお手紙を書いてきてね、あの、 あなたは会社なんかを経営してますね。お金儲け坊主ですねって言うんですよ。いや、私、お寺の住職はボランティアなんですよ。別にこれ自慢してるわけでも何でもないです。自分は住職としてお布施をもらうっていうことを、今別にする必要がないし、それ以上に別にお金をもらって、この道を、この布教活動、そして、え、ー 人々に仏教を伝えていく、そして自分の修行をするっていうことをお金をもらって今やるつもりはないんですよね。で、それで生活をしてるわけではないので、そうしてるだけなんです。でもね、自分が同時に会社の経営者っていうんであれば、その会社の経営っていうのはちゃんと成り立たせなきゃいけない。もっと言うと稼がなきゃいけないんですよ。そうじゃなかったら社長の役割を果たしてることになりませんから。そして税金を納めてるわけです。で、そうやって納めた税金で、 皆さん、道路ができたり、ね、医療がね、負担少なく3割負担とかで受けられたりするわけですよね。だから、その役割をちゃんと果たしてるってだけなんです。そこにはね、何が裏にあるかって言ったら、厄噛みとか嫉妬とか妬みなんです。だって、丸尾さんは誰かが堂々と自分の仕事は転職ですってにこやかに言ってる。 そういう動画を見たり、記事を見たりするたびに、ああ、どこかで羨ましいな。そう言える仕事を見つけて、そう言える仕事をしている人が羨ましいなって思ってるから引っかかってるんです。まず、ここが大事なポイントの一つ。そして、もっと言うと、そういった記事とか動画っていうのは、どこが提供している記事なのかっていうこと。 マルオさんは見ていない。全部が全部じゃないですけど、例えばインターネットなんかでそういう動画が出てきたり、記事が出てきたり、その記事を、その動画を提供しているところっていうのは、どこかというと、転職の会社だったり、スポンサーが、あるいは記事を書いている人が、転職のエージェントだったり、 あるいは資格の専門学校の宣伝のまあそこがスポンサーだったりあるいはその宣伝記事だったりあるいは企業の宣伝動画だったりするわけですそうすると企業からすればね自分のところの社員さんで生き生きと働いてくれる人たちそういう人たちの動画を作るわけですそして。 この仕事が転職です。この仕事が楽しいです。本当にこの仕事につけてよかったです。でそうやって、うちの会社では、生き生きとね、仕事をしているスタッフがたくさんいますよ。で、そういうアピールをするわけですで。当然です。で、そうやって、そういう仕事に入ってきてくれるっていう若い人たちを募集したいわけですから。ね、そういうサイトを作ってるんです。で、また、その資格を、いろいろと資格を取得できるっていうスクール。 そしたらね、あなたの転職を見つけませんかって。資格を取って、なんかもっといい仕事があるかもしれませんよって言って、スクールに資格を取りに入ってきてくれたらいいじゃないですか。あるいは、転職を進めている。リクルートをあっしているみたいな会社だったりしたら、それは、一つの会社から別の会社ね、求人を募集している会社に、別の会社に行きたいと思っている人たちを紹介することによって、仲介手数料がいただけたりする。 なので、天から頂い,いた仕事ですっていう、その天職ですって。で、ほとんどの人たちが自分の仕事に不満を持ってるっていう人たちが多いわけですね。そう、データで言うと50%以上の人が持っていると言われます。新卒の採用された人たちの50%以上、60%とかね、それぐらいの人たちが何らかの形で自分の仕事に不満を持ってる。 というと、世の中の、その、就職を探している人たちのですね、半数以上の人たちが何らかの形で今、自分の仕事に対してですね、これまでやってきた仕事に対して不満を感じているっていう、そういうデータがあるんです。ということは、そういう人たちを新しい仕事に紹介したり、そういう人たちが自分の会社に来てくれて、そして何か自分のできることっていうのはそこで見つけてもらったりしたらいいという、それをメリットに思う。そういう会社。 あるいはそういう企業とかねっていうのがそういう記事を作成したり動画を作成したりしてネット上にアップしたりいろんな雑誌に掲載したりしてるっていうことなんですよ。そのことが見えていないのでドヤ顔で言ってる。で、それでそこに自分の嫉妬心とか自分の中妬みみたいなものも絡んでですね、マルオさんは今ここでね、ドヤ顔でそんなことを天職ですって言ってる見てるとこっちが恥ずかしくなります。 別に丸尾さんにとってはどうでもいい話なんです。まず、ここに引っかかることをやめてください、いちいち。さて、次です。タイゴーさんはご自身の僧侶という仕事について、えー、自分の仕事をどのように思っているのでしょうかあのその仕事についてどのように思っているのでしょうか、えー、自分ができることを精一杯やっているだけ、それ以上でもそれ以下でもないです。 で、ね、で、マルさんの問題は何かというと、天職という一つの妄想の奴隷になっているってことです。何かその言葉にとらわれて、天職、天職、天職って。私が聞きたいです。天職って何ですかってまあ、よく私もこの一問一答で話をしていますが、天職というものが、 あるわけじゃないんですよ天職という言葉は誰かが作ってありますけれども天職というものがあるわけじゃないんですじゃあなぜ天職という言葉が生まれてくるのかっていったら実はそれはですね天職という職業がもともとあるんではなくて みんな、私たちは、それぞれ生まれ持った時に、その人その人の感性っていうのがあるんですよ。で、その人のその人の感性とか、才能みたいなものがあったりするわけです。それが明らかにね、他の人より突出してるっていうことがあったりするんですよ。例えばね、スポーツの世界ではものすごくそれがわかりやすい例として出てます。よく、スポーツは非常にわかりやすいです。 その個人個人が持って生まれた能力、突出した能力をもう小さい時からその片鱗を持っている人たちがいるっていうのはスポーツの世界でよくあることですね。例えば、まあ野球選手でね、松坂大輔という人がいますけれども、松坂選手はあの小さい時にあの、 もともとね、そのプロ野球選手になろうと思って、プロ野球選手小さい時から志してたっていうわけではなかったと言います。まあまあ子供の時から野球やってらっしゃってましたけど。もともとのきっかけは、お姉ちゃんがテニスかなんかをやっていて、で、そのテニスのラケットでね、こうやって当然テニスを始めればテニスのラケットを振ってるんですけど、お姉ちゃんがそのテニスのラケットをですね、あの、振って練習しているところを、あの、ちょっとこう、ポッと、あの、 休憩というか飽きてしまったのか休憩したのか分かりませんけど、テニスラケットを置いたと。その置いたやつをですね、弟の大介君がですね、持って、で、野球の真似事をしてビュッと振ったんです。でそれを見て、お父様が、普通じゃねえと思ったんですよ。こいつ普通じゃないって。その、テニスラケットの振り方を。で、これをバッと持たせてみようと思って、持たせたらものすごい、 素振りをすするんですって、その子供であったね、大輔少年が。で、この子はなんか野球とかやらせたら伸びるのかもしれないっていうところから、まあ、本当に超一流選手になっていくわけですよね。で、これ何かというと、 で、結果として松坂選手にとって野球は天職だったのかって、そうだったのかもしれません。そう人々はそう呼ぶわけですね。なんかこれは天から授かったんじゃないかっていうぐらいの才能を発揮する人っていますよね。でも本人たちからしてみると、相当な辛い思いと相当な努力をしてますよ。もう何にも練習せずに、いきなり金メダリストなんてことはないわけです。 先日、ボクシングのですね、ロンドンオリンピックの金メダリストの村田亮太さんという方が会いに来てくださって、でそして、あの、まあ、一問一答見てくださってるそうでねで、そこで、あの、少しこう対談をさせていただいたんです。まあ、あの別の YouTube の動画にもアップしてありますけれども、でね、村田さんとお話しさせていただいて、まあ YouTube 上に公開してある部分と公開してない部分というののお話というのも当然あるわけですけどやっぱりねその村田さんとお話をさせていただいて感じたのはねやっぱり私も格闘技やってましたからもう私なら比較になるレベルではもちろんないですよないんですけどいやすごいなっていうのを思うわけですよこの人のこれまでしてきた努力ってどんなものなんだろうっていうことを感じさせるその一言一言一挙手一投足に その方が成してきた努力っていうものが、迫力としてやっぱり現れてるんですよね。とにかく自分ができることを手を抜かずにやってきたっていうことが、別に威張るわけじゃないです。ものすごい謙虚な人ですよ。ものすごいナイスガイなわけですよ。ものすごいかっこいい人なんですよ。なんだけれども、その人の魅力っていうのは、何によって裏付けされてるのかって言ったら、金メダルによって裏付けされてるんじゃないでしょう。 間違いなく、この人が、人が見てないだけで、どれだけ汗を流して、どれだけ涙を流して、どれだけ努力してきたのか、っていうことが、その人の人間の裏付けとして見えるわけです。私も相当いろんな人に会ってきましたから。タイトル持ってるけど人間として、人間としての力がね、甘いなって思う人もいらっしゃるし、タイトルなんか持ってないけれども、 人間としての迫力がすごい人っていうのもいらっしゃるわけですよ。す何が違うのかって。その人が、その人の表には見えないところで、どれだけ努力をしてきたのか。努力っていうのは、ね、なんかこう、白衣縛って頑張るってことじゃないですよ。これでもかっていうくらい、そこまでやるかっていうくらい何かをやってきてるかどうかなんですよ。さて、天職という言葉。 この転職という言葉があちこちでメディアに登場してくるとしたらそのメディアには意図があるっていうことです。多くの人たちが自分の今やってる仕事に不満を抱えている。そしてその不満を抱えているところがビジネスチャンスになる。そう見て取った人が仕掛けてるっていうことなんですよ。転職、転職、転職って自分がね仕事に不満を持っていると どこかに転職というものがあるんじゃないかっていう、そういうものをですね、なんかネット上で探し始める、そこに転職という言葉が飛び込んでくるんですそのように仕組まれて、どんどん自分の仕事に納得がいかない、自分の仕事が好きじゃない、なんか毎日こんな会社に働きたくない、そういう仕事に関する不満を持っている人たちが引っかかるような流れが構築されているということです。そこに見事にはまって、 転職と何かということを考えて、そのトラップにはまっている人の一人が丸尾さんだということです。さて、ご自分で書いています。丸尾さんは自分の仕事を転職だと感じたことがありません。自分の能力の低さ、無能さを反省し、少しずつ改善しながら、なんとか目の前の課題や目標をクリアするようにしているだけです。村田亮太さんと話をしたときに、同じことをおっしゃってました。 村田亮太さんも同じことをおっしゃってました。村田さんって強みがありますか自分の強みってどこですか話をしたら、いや、私は弱みばっかりの人間です。って私自分が足りないところばっかりで、自分のいいところなんていうのは一つもないと思うんですよ。ってことをおっしゃるんです。ロンドンオリンピックの金メダリストです。マルオさんと言っていることは一緒なんですよ。さて。 大育教師様、転職とは何なんでしょうかそれが、丸尾さんの質問ですね。転職を繰り返すことでキャリアアップして、収入や地位を得る人がいる反面、私のように転職をするたびに自分を見失い何がやりたいのかがわからず、ポジションもなく収入も上がらず、それでも、この仕事が転職なのかわからず、 どこかに転職があるのではないかということを探し続けているような気がします。そんな自分。そんな人。それと同時に。大学を卒業してそのまま新卒でついた仕事をずっと続けている人がいて、辞めずに一途ずに続けた結果、着実にポジションを築いて、そういう人の方が幸せに見えることがあります。さて、今いろいろと読み上げてきましたけれども、そろそろ。 結論ににそして処方箋に移ります丸尾さんが私に質問をしてくださっているこの質問の文章の中に全ての答えが詰まっています。